はい、皆さんこんにちは、登山ガイドのコバです。今日はゴアテックスのレインウェアを洗っちゃおうということで、洗う際の注意点だったりポイントをお話ししていきたいなと思います。お時間ありましたら最後までご覧になってください。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いします。はい、それでは、レインウェアの選択についてお話していこうかと思いますが、私のお客さんもですね、ゴアテックスのレインウェア洗った方がいいですかとか、どれぐらいの頻度で洗った方がいいのっていうことをよく聞かれることがあります。結論から言うと、ゴアテックスのレインウェアは、使ったら洗う方がいいです。というのも、このゴアテックスの素材の外側に雨の汚れとか泥の汚れがついていると繊維の中に入ってしまって、防水性を、低下させることがあります。で、中の方は、透湿性の素材になってますので、かいた汗を外に水分を逃がしていくというような感じになるんですが、皮脂の汗でこの中に皮脂汚れがついたりとか、汗の汚れで、中の繊維も詰まってしまいますので、洗った方がいいということです。なので結論から言うと、洗いましょうということなんですが、洗い方を間違えるとですね、せっかく、そこそこ値段もしますので、防水が低下してしまったりとか、生地を傷める原因になってしまうので、その辺を気をつけていきましょうということです。はい、それでは実際に洗濯をしていきたいと思いますが、洗濯をする前にですね、確認をしていただきたいことが一つあります。ウェアの内側とかタグにですね、こんな感じで、いろんな表示が書いてあります。ここをまず確認してください。この私のモンベルのウェアだと、一番右側ですね、四角のところで40度でなんかたらいみたいなところに入ってますよね。40度以下のお湯なら洗っていいですよっていう感じになります。それから洗濯機で回してもいいですよという表示になりますので、これは洗濯機で洗っても大丈夫なウェアだということで、今日洗濯機で洗いたいと。で、洗濯機で洗うのに、今確認をしましたので OK なんですけど、まずやらないといけないこととしては、ジッパーを全部閉めます。ポケットもそうですし、このフロントジッパーも全部閉めてください。で、フロントジッパー、ポケットのジッパー閉めるときに気をつけてほしいのは、中にですね、ゴミだったりとか、登山の地図とかが入ってないか確認をしておいてください。中のものがね、入ってると逆にね、ウェアを傷めたりとか汚れを作っちゃいますので、ないようにしましょう。それから袖口とかにこういうベルクロがついて、マジックテープのベルクロがついているものはベローンとならないように止めておいてください。ね、両側止めておいてください。これもウェアが傷つかないようにするためです。はい、で最後ですが、フードだったりとかこういうところにね、コードがついてます。これもビヨーンと出て、締めて出てしまっていると、これが動いてですね、生地に傷をつけてしまいますので、これも中にしまって、こういう感じでね、整えておいてください。はい、で、この状態で洗濯をしていくんですけど、このまま洗っても、落ちないような汚れがついている場合があります。例えば、袖口のところどうしても汚れてきて、こんな感じで少し泥がついてたりとかっていうのがあったら、今この乾いた状態で歯ブラシとか、それから天然の動物の毛でできているようなブラシで軽くスースースー と、優しく撫でるぐらいな感じで、泥だったり、汚れを少しかき出してあげてください。ナイロンのブラシだったりとか強い力でこうゴシゴシしてしまうと生地を傷めたり中に泥を逆に入れ込んでしまうので、それは NG です。はい、でそれでも取れないなっていうような場合は、このウェア今40度以下のお湯だったら手洗い OK なので、40度のお湯を少し浸しながら、洗剤を半分ぐらいのもので薄めて歯ブラシとかにつけてトン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 と叩いてあげてください。で、洗剤をつけることでこの汚れが浮き上がります。で、浮き上がってゴシゴシする必要はないです。トン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 と浮き上がらして一旦濡れ前でザブザブザブとすすいでください。で、その状態で洗濯をしていきます。はい、それでは実際に洗濯機で洗濯をしていこうとでお話をしていこうと思いますが、まず1つ目、設定の洗いの設定は、手洗いコースとかっていう設定があれば手洗いコース、優しく洗うコースを選んでください。弱でね、3分ぐらい洗ってもらえばいいと思います。で、次にすすぎです。ここが一番重要なポイントです。すすぎを、怠ってしまうと、洗剤が生地の中に残ってしまい、防水性とか透湿性を失ってしまう原因になりますので、すすぎは多めにやります。なので、3回ぐらいすすぎをするのがおすすめです。はい、しっかりすすいでしっかり洗剤を落としてください。
でその後に脱水ということになりますが、私は脱水しない時もあります。というのが、そもそもレインウェアは水を吸いませんので、脱水してもあんまり、意味がないというか、逆に脱水を強くかけることで洗濯機の方にダメージを与えかねないので、水をちょっと切るぐらいでいいです。やるとしてもそうですね、3分も1回ぐらいとか、まあ別に1分ぐらいでもいいかもしれません。それぐらいな感じで脱水をしてみてください。で、まあ、実際に洗濯していくところで皆さん一番気になるところだと思うんですが、洗剤は何を使ったらいいでしょうと、よく言われます。こういうですね、ゴアテックスとか専用のウェアの洗剤を使うのはまあ間違いはないと思いますが、家庭にあるですね、洗濯石鹸でも普通に洗濯はできます。ただし、その洗濯のチョイスには条件があって、メーカーが推奨しているのは中性洗剤を使ってくださいというのがまず一つです。はい、それから、やったらダメなのは柔軟剤が入っているもの、それから漂白剤が入っているもの、こういう余分なものが入っているものは使わないでくださいというふうに言われてますので、まあ、中性洗剤のもので他のちょっと表示を見ていただいてですね、入ってないなというのを確認したら別に使ってもらっても構いませんということです。はい、で、実際これ洗濯していくんですけど、私はもうこのまま普通に洗濯します。気になる方は、洗濯ネットとかに入れていただいて、洗濯をしてもらえたらなと思います。はい、で、あとですね、最終的に洗濯が終わった後に干すんですけども、干す時は、まあ、野外で干してください。風通しのいい、まあ、あんまり直射日光が当たらないところがいいと思います。で、必ずですね、まあ、天気のいい時だったら表30分裏30分ぐらいな感じで1時間もあれば天気の時は乾くかなと思います。しっかりですね、あのフードのとことかに水が残らないように、表裏を乾かして、乾燥をさせてください。はい、でもう一つここからポイントです。ゴアテックスのウェアは熱を加えることで生地がキュッと縮み防水性が高くなるという性質があります。で熱を加えるってじゃあどうしようかということなんですが、皆さんご自宅にある乾燥機で乾燥して熱を少し加えてあげるのも OK です。コインランドリーとかでも構いません。でない場合じゃあどうしようかってなるんですが、その場合はアイロンを当てるっていうのを、メーカーが言ってることもありますが、ちょっと怖いですよね。アイロン当てるのちょっと怖いなって思う方もあると思います。当てる場合は弱で当て布をして、まあ、軽く当てるぐらいで十分だと思います。直接当てると溶けちゃいますからね、気をつけてください。でそれがやっぱ怖いなっていう方はドライヤーの、熱い方でふわーっと熱を加えてあげてください。それでも十分、熱処理になりますので、少し乾燥させた後に熱処理をする、乾燥機、当て布のアイロン、ドライヤー、どれかを使って、熱処理をしてください。はい、それで綺麗になります。はい、で長く使えるようになりますので、そんな感じで使ってもらえたらいいと思うんですが、どん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 ね、使っていくうちにやっぱり生地もどうしても劣化をしていきます。でくたびれてきたりして、撥水性が失われることもあるんですが、その場合は撥水処理をしてください。撥水処理をするのは、そうですね、あのすすぎを3回しますっていう、これ2回じゃん、3回しますっていう話をしましたが、その3回目の時に、この、ニキワックスとかから出しているようなとか、モンベルから出しているような、撥水剤、これ洗剤なんですけど、撥水剤も売ってます。そのすすぎの3回目の時に撥水剤を洗濯機に入れて一緒にすすいでしまう。それだけで、撥水剤がウェアにつきます。で最後やっぱり乾かした後に熱処理をすると、ふわーっとその撥水剤がまた広がってコーティングされますので、そこでまた撥水が、戻ってくる感じになりますので、ぜひやってみてください。ということで、ゴアテックスのレインウェア洗った方がいいでしょうか、じゃあどうやって洗いましょうかという話ですが、あのぜひ洗ってですね、いい状態を保ってあげてください。気に入ったウェア長いこと着るのもね嬉しいですし、ウェアのもね長いこと着てもらうと喜んでると思います。ポイントとしてはしっかりすすいで洗剤を落とすこと、それから乾燥を当てて少し熱処理をするというところが2つポイントです。間違った処理をしてしまうと生地が傷んでしまうことがありますので、しっかり洗濯の表示を見て、洗濯をしていただけたらなと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。レインウェアこれからまた梅雨になると必要になってきますので、準備をして山でお会いしましょう。